よし、じゃあ、まあちょっとぼちぼち、はい。はい、話していこうかなと思うんですけれはい。はい。はーい。ど。あ、ちなみに、これは事前にお伝えしている通り、一応、後日 YouTube にもアップしたいので、今日のお話は、録音させてもらってます。はーい。ドキじドゃあ、キ、ちょっと気をつけないと。そうだよ。あ、はい。でもカットしてくれるらしい。あ、編そっ集かそっか、して編くれ集るっできて。るのか。いや、そんなあれはしないですよ。基本的にはダダ流しだけど、そうだね。前後ちょっと綺麗にするみたいな感じです。ちょっと軽く飲んじゃったら、ちょっとだいぶ軽くのつもりがちょっといい感じになってしまっ本当て。ですか？まあ。はい。あ、やばい。なんか一土瞬曜の聞こえ夜ななかっんた。で。ん？あ、飲んでるんですか？いや、今お水を飲んでます。じゃあ。でも飲みながらやるのもありでね、すよなんね。か、ある時間帯の、ねえ。なんか、はこういいうはい、感夏じなんだから。か、そんな顔して飲んでるんじゃない？そんね、な、めっちゃ俺飲飲むっんでてないいよ、うみたイいメーな。ジがついてる。でも、クロー君はお酒よりモンスターを飲んでるイメージがあるから。あ、そうね。エナドリ今ン日仕を。事で2本も飲んじゃったみたいな。2本飲んだやの？ば。ねえ、本当に死ぬよ。本当に。エナドリ2 本当に。本はちょっと控えた方やがばいいいでですよすよ。ね。そうっすよね。この中で多分一番最初にちょっとなくなると思う。怖いい。勝手に決めつそうけられいてう、な自己的なのは工藤くんかもしれないけあ、ですど。よね。いそうや、なじゃあ、の。真面目に言うと、過労で私が一番先に死ぬと思う。それはありそ監督働きすぎ、本当に。でじゃね。まあなんかでも睡本当なん眠か、とってるのかなみたいな、心配そう。は。一応寝てはいますよ。はい。なん一か応最ね。近本当嬉はい。しいニュース半端なくね、ないですか？続きまそうすなんね。びっですくよ。りしなんてかるんですね、けど、私。ペ震えてペペるんですけど、ちょっと。って。なんか、本当に。まあ、それなんかださっきけ。見て、はいそう。はい。そのクインパーム国際映画祭のはい。話、さっき見て、うんうん。ちょっと、なんか、なんか、もっと言ってほしかったですよ。え？ なんか、ツイートで知るっていう、いや、なん私か、もね、でも、何？公式に連絡もらってないから、私もホームページ見て知ったというか、公式そう、に連す絡ごが来いですないんよですね。か？そうなんですよ。まあ、そういうものなのっていうのを、そうなんだ。はい、私も最近知ったって感じなんです。てっきりなんか、コングラチュレーションみたいな感じでメールがな来い。るんだと思ないってないたないけないど。ない。もうさらっとホームページ上にペって乗っかってるだけでした。なんかす逆にご公い。正な感じもするけど、なんか、ああ、あ自る分意の味。あれがなくて。そうかもしれすないですごい。ね。脚本賞とね。外国映画賞で金賞とはい。監督賞で銀賞ですよね。そうですね。すいやごい。ー、本当にすごい。おめいでや、とうごあざりいがまとうごす。ざいま本当す。に。ありがとうごやざりいまます。す。本当に。嬉しい。いや、で激も、アツですね、これ。昨日、仕事終わりに、まあ、撮影の仕事終わりに、そろそろ、多分ゴールド、シルバー、ブロンズっていう、まあ、ランク分けされてるんですけど、賞が。そろそろ発表になってるはずだよなっていうのを、まあ、毎日お決まりのようにこうチェックしてたら、あれ、今日出てるってなって。そう。で、もともとそのテクニカルの方で、技術部門みたいなところのノミネートは出ていて、それで監督賞と脚本賞のとこには載ってたんですよ。だから、まあ、そこからさらに、そのゴール、金賞、銀賞みたいな感じになるのかなと思っていたら、予想外に外国映画部門の、まですたよ違う、ね。そう、見たことない文字のところに名前が書いてあって、聞いてすなごいっい。聞いてないよ。て。サプライズ、本当に。いや、本当サ嬉プしラいイズでサプしたライズだね。けど。はねい、はい。すびっごくりしました。い。ですよね。だって外国語映画賞って外国語の映画っていっぱい応はい、募集してるわけじゃありないまですか。そうだよ確かね。に。無それ数がすの、ごいと思うね。本当ですよね。わあ。まあ、でもこれが実は、一応そのクインパム国際映画祭っていうのは、来年の2月に映画祭の上映自体はやるんですけど、その上映するための作品選びを年に4回やっていて、
で、そのうちの、まあ、今がファーストクォーターっていう、まあ、4期中の第1期みたいな形で、なんでその一番最初の選考の期間で、まあ、金賞をいただいたっていう感じですね。だからこのあと2期3期4期でまた金賞をもらう作品群が出てくるんですよ。そうか。なるほどね。もう、でもそうですよね。金賞じゃなかったとしても別に上映は決まってたんですよね、いきっや、金賞じゃないと上映と。されないんです。あ、すごい。はい、じそゃあやった。う、すそう、ごい。そうそうそうそやった。うそ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 う
とかっていうのはこれまだ応募受け付けてる。そうですね。はい。なんか出すんですか？なんかこれをいやいや私は出さないけど、うん、に他の日本人監督さんも、うん、あじゃあ自分のも出してみようかなみたいななったら、うん、なんかいいですね、受賞作品日本の監督のやつばっかじゃんみたいななったらすごくないですか？うん、日本の映画界が盛り上がりますよね。うん、それはそれで面白いですね。うん、え2月だったらアメリカ行けるかな？いけるんじゃないですか。そうだってワクチン。ねえ、そう、ワクチン次第。アメリカの方が。あ、もうね、ちなみにアメリカは、完全にではないですけど、うん、もうコロナ前に戻ってるって結構いろんな人が言っていて、はい、今日シアトルに住んでる方とも今日ちょっと話したんですけど、うん、もうね、前に戻ってきていて、はい、だからまあとはいえ映画館はねやっぱりその座席数絞って公開とかになってはいるんですけど、はい、まあそもそもね、海外のこの映画祭に行くにあたって、なんかワクチン受けてない人が来るっていうのはお互いに不安じゃないですか、コミュニケーション取る上でも。確かに。そう、だからそもそも日本で受けられなくても、行ったらアメリカでワクチンも受けちゃうと思ってたんですよ、私。そう。だそれはそれでね、なんかすごくちょっと得意な体験かなって思っていて。でも、ちょっと怖くないですか？どうなんだろう。まあね、種類が違うからね。ね、そうですよね、ちょっと怖い。うん、日本で打てるといいですね、2回。そうですね、間に合うように、はい、予約戦争にまずは勝ちたいと思います。そうですね、なんか私手伝いましょうか、私の携帯で。手伝うことないでしょ。何言ってんの。ライブのチケットをしないとダメ。いや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 。その感覚でいた、なんか。いやいやいや。違うのか。でもそう、8月に、ね、映画祭に無事に行ってきてほしいので、はい、そうですね、もうでもあっという間ですよね。本当、もうすぐですよね。2ヶ月切りました。準備的な、うん。なんか準備的なことはしてますか？準備的なこと？いや、まだその映画祭のなんだスケジュール自体がオープンになってないので、私たちにも教えられていないので、はい、どんな感じでこうイベントが組まれてるのかとかはわからないんですけど、一応、なんかね、まだ多分向こうも確認中かもしれない、返事が来てないんですけど、うん、なんかその映画祭の近くの、おすすめのホテルとかありますかみたいなのは一応聞いていて、うん、でそれらの返事を見て、泊まる場所を決めたり、まあ、あと飛行機取ったりみたいなのをしようかなと。あ、でも飛行機はあれか、そう、そのワクチンの状況次第で隔離期間変わっちゃうから。ああ、確かに、いつ行くか。割と、そう、その辺が分かるまで、多分7月ぐらいまで取れない。すごいパズルな。本当に。なんか、1個ずれたら、先が見えないですね。予想外に難しくなっちゃいましたね。確かに、確かに。一律2週間の方がね、分かりやすかったけど。まあまあでもね、先にワクチンを打てるかもしれないというのはまあいいことだと思うので、うん、ねえ、いいな、いいな、はい、ああ楽しみですね、楽しみ、自分が行く気になってる。確かに。いやでもこれ英語海外行ってなくないですか、もうしばらく、うん、行ってないです、2年間以上ぐらい、2年ぐらい、飛行機も、飛行機も監督も書いてたけど、飛行機私も好きなんで、はい、全然乗ってないな、実家も帰れてないし、私も飛行機大好き、ね、空港の感じ大好き、なんかそわそわする感じ、ね、楽しい、なんか離陸の瞬間とか、わかります、うん、あとたまに揺れるともっと揺れろみたいな思ってしまう。それはやべ、なんか飛行機トークになっちゃった。いやでもね、その飛行場っていう空間自体がまずいいし、なんかそのいろんな人が、いろんな国の人がいる空港っていう空間がね、まず素敵ですよね。わかります、なんかワクワクするね。あ、私もアメリカ行けたらよかったんだけどな。いや来年にはもう行けますよ。
そうですね、このクイーンパーム映画祭2月、うんうんうん、うん、これ狙ってます本当。行きましょう、行きたいな、行きましょう。じゃあちょっと英語の練習してこないと、うん、そうですね、ね、練習っていうレベルでいいの？なんか監督もなんかもしなんかスピーチとかあるんですか？いやそれがねちょっとあんま分かんないんですけど、うん、ただでも Q&A はありそうなんですよ、うん、ああそうですよね、そうだから Q、 どんな Q が来るかまず分からないっていうのもあるし、うん、それに対して A できんのかっていう、うん、その海外の方がこの作品をどう見るのかが本当に分かんない、うん、ねえ、うん、予測不能すぎて、そうだからまず私が Q したいんですよ、うん、なんでこれ通したっていうおもろなこれの何を面白いと思ったんですかって私が聞きたい、うん、気になる、その国によって多分感じ方とかが違うと思うから、うん、うん、なんかインドとかすんなり受け入れられてとかね、なんか、あなんでインドがいやまあでもそう、そもそもなんか男性が見るのと女性が見るのとでも違うでしょうし、うんうん、そうです ね、 ね、年代によってももちろん違うし、うん、うん、だ海を越えて、しかもその最初にねフェニックス映画祭と国際、うん、ホラー&サイファイ映画祭っていうところで通していただいたんですけど、そこはアリゾナ州なんですよ、うん、そうでアリゾナ州ってね、この間の大統領選挙でギリギリ青にひっくり返ったところ、確か、うん、青ってバイデンさん、あそう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 、あ、まああちらの国は青か赤かで分かれるじゃないですか大体、うんうん、でなんかカリフォルニアとかはもともと青が強くて、うんうん、っていう、まあ、リベラルな人たちが多いエリアなんですね、だそっちの方には受けるかなって思ってたんですけど、この12ヶ月の会っていう話の特性上ね、そうだからもともとなんかその赤青拮抗してるようなところはどうなのかなってちょっと思ってたんですよ、でも意外となんかねそこからも反応があったっていうのがなんか嬉しくて、なんかすごいクレバーな分析ですよね、確かに読み取ったっていうすごいかっこいいと思っちゃった、いや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 、すごい、だから一部の人からはこういう話だとヨーロッパの方が受けるんじゃないかって言われてて、うん、そう、まあ、最初にアメリカの映画祭にバババって出してたので、ああもしかしたら難しいかもなって思ってたんですけど、意外とねちゃんと見ていただけたみたいです、ね、うん、嬉しい。ヨーロッパも出してるんですか？出してます、まあ、ただまだ結果待ちがほとんどなので、うん、そう、そうかそうか、まあ言うてね、まだ100ぐらい映画祭出したうち90いくつかは、あの、結果待ちの状態なんで。すごいな。はい、すいません。100もあるんですね。あ、全然、あの、何千とありますよ。そうだね。何千とあります。100をでも選んで100ってことですよね。うんうんうん、しかもそれ全部なんか英語で申し込んで、そうですね。なんか言っていいのかわかんないけど、お金も払うわけですよね。そうです、そうです。出願料、なんて言うんだろう。うん、はい。まあ、でもその英語で申し込みではありますけど、なんかね、うん、そのまあ規約読んだりとか、その読む、基本的に英語でやるのは読む作業 で、 であとはその映画祭の説明とか、その実際の公式サイト行ったりとか、過去に受賞した作品とかをこうバーっと英語で見たら、なんかもうあとは応募するっていうボタンをポチって押すだけなんで、はい、意外とワンクリックあ、そう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 、アマゾンで買うのと同じような感じです。なんかその Q&A の時とかって通訳さんっているんですかね、はい、いやそれがね、うん、いなさそうな雰囲気してるんですよ。あら、そうだから一応それも聞いてもらってはいるんですけど、そういなさ、もしかしたらいないかもしれないので、一応その日本人、アメリカに住んでいる日本の方で、あの映画関係の人を今あの一組連れて行こうとしていて、はい、なので、まあ、彼らに、まあ、同時通訳してもらいながらやれるかなって感じです。あ、なんだ、はい、いや、言葉の壁まあまあね、なんか頑張って、ひたすら頑張って私がコミュニケートするっていう、まあそれはそれで一個いい経験になるのかもしれないけど、でも取りこぼしちゃうとね、なんかもったいないじゃないですか。うん、そうですよね。そう、そのニュアンスがわからないとかなっちゃうともったいないから。
確かに。でもなんか言葉のか壁はもう選ばれてる時点である程度超えてる気はするので、うん、いやそれはでも松田さんの翻訳のおかげですよ。あ、なんだろう。あ、なるほどね。翻訳見てみたいな。英語圏の人に伝わる翻訳をしてくれてるってことか。翻訳で見てみたいね。ちょっと字幕付き見てみたいですか。あ、本当ですか。じゃあちょっと内部の方にだけ送りますね。え、やった。え、なんかどうしよう、いつ か, なんかこの作品がすごい有名になって、はい、アメリカ人の吹き替えとかになったらどうします？笑っちゃいません？私たちがなんか私たちの顔なんだけど、はい、声がもうアメリカ人の声優さん、はいはいはい、英語喋ってるみたいな、なんかそれ面白いな、みたいな、面白い、やりたい。本当ですか？それやりたい。今思いついちゃった。ちょっと遊びでやっても面白いかも。あ、確かに、自分たちうん、まあでも何だろう、逆吹き替えみたいな。そうですね、そうですね。英語できるかな、うん、一応テキストに起こしてはあるので、うん、その翻訳してあるから、あとは読むだけですよ。やってみようか。やってみようか。ね、工藤くんどうやれる？工藤くん僕ですか？結構喋るから頑張ろう。ちょっとやってみよう、これ。頑張りましょう。頑張りましょう。頑張りましょう。あれ、工藤くん英語は？僕全くですよ。全くですか。でもなぜか外国人のファンがあなた多いじゃないですか。確かに。なんでかね。多いですよね。いやでもわかる、なんか外国の女性から受ける顔してると思う。すごく。どういう顔ですか？日本人みたいな。キュートジャパニーズボーイ。そう。なんか塩顔っていうの？塩顔。っていうの、はいはいはい、久しぶりに聞いた。これ褒め言葉ですよね、合ってますよね。うんうん、え、そうだよね、だよね、うん、そう、塩顔、だからソルティーフェイスみたいな感じで、ね、ソルティーフェイス、ソルティーフェイスっていうの分かんないけど、あっちに塩顔文化ないと思うんですけど塩顔文化ないもの、そうだよね。まあまあまあ、アジアンなエスニックな感じっていう、うんうん、そうそうそう、ね、うん、絶対受けると思う。はいはいはい、うん、わー、本題入る前30分経っちゃいました。全然本当塩で今そういうのを思い出した。私もいつ切り出そうって待って、そうだそうだ、ちょっとテーマがあるんですよね。あ、そうですね、今日は一応テーマがありまして、はい、第1回ちょっと初っ端から飛ばしすぎたんですけど、一応、今月の頭から、ソムニウムという作品が LINE ビジョンの、そう、 LINE アプリの中で、配信開始になってまして、今第1話と第2話が配信されている状態なんですね、うん、で、そのソムニウムっていうお話が実はこの12ヶ月の回ともつながっているっていう感じのお話をね、今日したいなと思っています。うん、はい、塩顔で塩名さんのことに振ったのかと思ってつなげたもちろんそうですよ、もちろんしてましたよやだ、そうそうそう、主演は、はい、うん、あ、いえいえ、ソムニウムの主演は塩野明久さんで、うん、実はこの12ヶ月の回にも出ていた与川真由美さんがソムニウムに続投して出演されてるんですね、はい、つまり同じ役で出てるってことですね、はい、うん、超キーパーソンですね、ねえ、ね、いや、このね、まだ2話までだと本当に謎が多すぎて、うんうん、本当なんかもう詐欺がある人たちばかりみたいな、そう、前野さん以外前野さん以外なんか前野さんがいてくれて本当に良かったと思ってる、すごい、うん、そうですね、すごい安心する、うん、あ、前野さん、うん、なんかすごい安心する。いや、私ももともと前野さんとご一緒したいなとずっと思っていたので、そう、ここでね、ソムニウムでご一緒できて本当に嬉しかったです。なんかこのソムニウムの位置づけとしては、はい、その12ヶ月の回のなんかエピソードゼロ的なことでいいんですかね。うんうんうん、なんかスターウォーズで言うと、まあエピソード1とエピソード4みたいな、はい、ごめんなさい、あの作品が大きすぎて申し訳ないんですけど、でも分かりやすいから、はい、そうですね、うん、そう、エピソード1みたいな、はい、あ、ファントムメナスって感じです。でも8話までしかないじゃないですか。はい、うん、なんか本当に終わるのって、そう、もう2話かかるのでそう、何もまだ明かされてない、4分の1終わったけどと思って、そうですね、そうですね、ね、ドキドキ、うん、いや、
なんか、みんな悪い人に見え、そうそうそう、なんか、ダイアンさん実は、なんか肝心なところで腹黒いとこ出してくるんじゃないかな。悪い人っていうか、はい、なんだろう、読めなすぎて、はいはいはい、なんかいろいろ抱えてる最後に感じがすごいする。そう、超疑いの目で見てる。あ、ね、まあ、まだね、さゆみに関しても、せいに関しても、その、バックボーンは明かされていないので、まだなんかそのどっちもちょっと嫌なキャラだから、こいつらうまくいくのかっていう、うん、そこを煽ったところで今 2話が終わってるのでね。そう、はい、塩野さんがどういうポジションになるのかが本当に分かんないんですよね。うん、なんか、うん、不思議。いやー、彼は彼で今のところすごいクールじゃないですか。もう見た目通りの美しくクールな人だけど、うんうんうん、実はみたいなところ。うん、出てくるのがもしあったら楽しみだな。ね、まあ、うん、おいおい。ね、ね、え、次いつですか？ちょっと早く早く。あ、これ毎週木曜日配信になるので、うん、はい。毎週木曜日、ね。次は10日だったから17かな？うん、17か。はい。うん。LINE の友達をなんか登録すればお知らせが来ますか？あ、来ました来ました。そう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 。そうそう、あれどっからリンク行くんだっけと思ってまた渡してたら10時にピーってお知らせが来て、うん、そうなんです、そうなんです、うん、そうかそうか。なので、あの LINE ビジョンっていう、そのなんだ、配信されてる場所がちょっと分かりにくいので、まあ、もし皆さんよろしければ、あのソムニウムドラマーで検索していただくと、あの Google とかネット上に、あのなんだ、その配信してますの詳細のページが出てくるので、そこから友達登録できるんですね、うん、なので、まあ、スマホでやっていただかないといけないんですけど、パソコンじゃなくて、なるほど、そうそうそう、スマホの方でやっていただくと見れるようになります。そう、なんか、うん、なんか新感覚でした、その縦画面で見るっていうのも、ね、なんかね、未来感があって、そう、うん、なんか良かったです、ソムニウムを縦画面でっていうのがなんかマッチしてました。横で見るのに慣れてるから、うん、切れてる横、うん、横のその左右に何があるのかとか勝手に想像しながら、普段と視界が違うから、うん、ね、うん、なんか余計いろいろなんだろう、感無量深くなっちゃうみたいな。いや、なんか撮るのも、そう、撮る時もその入れられる情報があんまり横にないじゃないですか。うん、そうですよね。うん、確かに、うん、狭いから割と大変でしたよ。うん、ね、コンテとか縦に書いたりしてたんですか？あ、そうか。ああ、いや、コンテはね、実はもう書いてなくて。うん、ああ、はい。てか、多分、縦ってコンテ書く人いないんじゃないですかね。うん、ね、書きようはないような。書いたことない人。はい、はい。書く人いるのかな？その、撮ったカメラは、はい、12ヶ月の回を撮ったカメラですか？同じもの？あ、違いますね。それは、なんかたまたま、あの、ちょっと、こっち側の事情であれなんですけど、うん、なんか、福屋さんとかが試したいみたいなカメラがあって、はい、それを使わせていただいたっていう感じです。なんかいいですね。いろいろなんか本当に挑戦的な感じですよね。なんか、機材までも。そう、うん、ちょっとカメラに関してはね、失敗したかなって私は思ってます。すげえ画質いいなって思いました。いや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 、あのね、色合いとかは確かに綺麗にグレーディングしたんで、後からなんか頑張りはしたんですけど、その色の幅がちょっと少ないというか、あとその飛んじゃってるところがね、汚い。あ、なんか狙いだと思ってた。違います、すいません。あ、違います。あ、言わなきゃよかったの。違います、すいません。あ、そうなんですね。そうなんですよ。ちなみにこれは大きい画面で見るとかは想定してないんですか？なんかもうすごい、あ、もうオンリースマホです。大きいスマホで見るのの想定なんだ。スマホだけですね。なんだろう、サイネージとかで大きい画面で見れたらいいなと思って。あ、確かに。うん、いや、思ったんですよ。音はどうするのか分かんないけど、はい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 、いや、あの、実は、うん、渋谷の、うん、宮益坂側、はい、あ、道玄坂じゃない、あの、いっぱいバーってビジョンがある方じゃなくて、うん、反対側の方に、うん、ビッグカメラの壁に、確か縦型の、だいたい16対9ぐらいの、うん、あの、サイネージがあって、え、もし広告のお金とか出せば、そこでも流せたりするのかなって思ったりしたんですよ。いくらするんだろう。わからない。いや、恐ろしい。わからない。誰かスポンサー。そうですよね。それか私たち誰か急いで売れて、ちょっと。あ、急いで。巻きで、ちょっと売れてもらって。そうですね。いや、ね、
とかができたらかっこいいですよね。そうですよね。なんか広告とかもね、いろいろなんかもっと考えたいし、もっとやりたいですよね。なんかビジュアルがかっこいいから普通に流れたら、うん、なんだろうってなんか足を止めてくれそうな、そう思う。あとあの音楽が流れたら、って振り向くと思う絶対、はい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 、ソムニウムの音楽結構私気に入ってます。いいですいいです、最後のね、てんてんてん、かわいい歌ってくれた。そうそうそう、いやなんかでもこの、はいはい、ラインビジョンの企画は、はい、あの撮影してる時にももうすでに考えられてたんですか？全く、回の、全く、そうなんですね、はい、なんかそうなんだ。私とか工藤くんがなんか撮影の合間に、はいはい、なんかふざけてなんか考えたよね、そのスピンオフみたいな、なんかね、ふとさっき思い出したんですけど、13ヶ月目の回みたいな、なんかそんなことをなんか話したなと思って、なんか、はいはい、そこから着想を得たわけじゃないですよね。あ、じゃない、過去の話だしね、はっきりない全然違ったそう、でも確かにこれは本当なんか12ヶ月の回っていう作品は本当に前にも後にもなんかいろいろなんか付け足そうと思えば付け足せるじゃないですか、いくらでも、そう、2年 5ヶ月目の回とかもういくらでも、そう、切り悪くない？京子が死ぬまでできるわけじゃないですか。できますね。だから本当無限ですよね、なんか、そうそう、でもいつか50年後くらいちょっと撮りましょうか、なんか50年後京子、おじいちゃんおばあちゃんだよ、現実が追い越してそうだね。あ、そっか、いや分からない、もうその頃には工藤くんはもう 3D プリントされて、あのアバター化されてホログラムみたいな状態で現れる、本当にね、あの PCH として演技をしてもらうかもしれない。やばい、でもありえる、姿を撮っとかないと、ね、確かに、ね、キャプチャーして残しておかないと、ね、おもろい、うん、50年後だったらありそう、ね、うん、ありそうありそう、でも50年後、こんなことやってたのとか言われそうだね、50年後の人たちに。確かに、いやでも、どれだ、ウエストワールドっていう作品を、その12ヶ月の回撮るときに割とみんなにこう参考で送ったりしたじゃないですか、はい、でそれのウエストワールドって実は、私が前に渡したのはドラマ版なんですけど、あのその昔映画が ありまして、昔々ね、はい、でその映画バージョンの方が、1973年、だからちょうど50年前なんですよ、すごい、そう、その時にもそういうなんかその発想があったってことですね。そうです、そうです、ゲームの中のアバターを使ってとか、うわ、もう、いや、アバターというか、なんかそのヒューマノイド的なものがもう考えられていたんですよね。すごいな、なんかすごい、なんか超文系だからその理数系の人たちが考えてることが、いや、言うても私も選択科目的には文系ですよ。ただ好きな教科はどっちかというと理系科目の方が好きだったかなっていう気はします。そう、受験的にしょうがなかった。文系した人間ですね。はい、ああ、数学は好きなんだけど赤点しか取ってなかったみたいな。はいはいはい、はい。好きだけどできないパターン。うん、なんか今思えば公式を覚えればよかったのになぜ覚えなかったんだろう。基本的なつまずき入り口なぜ百人一首は覚えられたのに公式覚えられないんだっていう、はいはいはい、はい、それはやっぱ文系なんだな、なんかククできないのになんか分数やろうとしてるみたいな、もうなんか基礎がなってないからね、はい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 、そうだから50年前にもこういう話があったっていうのを考えると、なんか怪みたいな話を50年後誰かが見た時に意外と
変に思わないんじゃないかって思ったんですよ。あ、そうですね。やっと、この時から、うんね、なんか、あ、この時から気づいてたのね、みんな、みたいな。そうそうそう。そうですよね。手塚治虫さんのやつとか、なんかね、想像したものはやっぱり実現してるしって考えると、え、貝のあんな機能もこんな機能も、え、みたいな。え、貝みたいなのは絶対できる、絶対できると思う。ニーズもあるもんね。そう、ニーズもあるし、技術ももうあるでしょ、多分。多分。でもそこまでそのなんだレスポンスがちゃんとできるかどうかみたいな、なんかその言語をねちゃんと理解してるか、人間にとってこう不自然ないようなコミュニケーションができるかっていうと、まあ 100% ではないから、確かに Siri とかもなんかコミュニケーションうまくいったなと思ったら急になんかわかりませんとかね、急に冷たくなったりしますよね。そうなんですよ。なんかやっと壁がなんか取れたと思ったらあ、そうそう。でもなんか分かりませんって言われることによって、うん、なんかこう、うん、人格があるかのような錯覚をこっち側がこうね、収入しちゃうっていう。そうか、全部知ってるよりもね。はい。なんかこっちが、あ、じゃあちょっと質問の角度変えようかなみたいな。あ、すごい。それってもうコミュニケーションですよね。あ、そっか。まあ、ある意味。確かに。自分の学習のためにそうやってるのかも、AI が。うん。すでに操られてた。怖怖怖。その可能性はあるかもしれないですね。確かに。いや、そう思うとやっぱりソムニウムじゃないけど開発した人の人格とか、はい、それまでのバックグラウンドとか、はい、かなり反映されますよね。本当にもう、まあ、全ての創造物はそうだと思うんですけど、作る人の、まあ、倫理とか世界観とかっていうのはダイレクトに出てきますよね。そうですよね。ね、映画もそうですが、本当にそうですよね。映画なんてもろにそうですよ。そうそうそう。お、どうしよう、ここで、ヘアメイクのジェジェがリスナーに来てくれてますが、ねー、じゃあ最後のまあ20分ぐらいですけど、ちょっと入ってきてもらおうかな。そうですね。インバイトしました。お、ピースマッチの人かな。何それ。ジュジュッター。ジュジュッター。あ、この人か。はい。ジュジュッター、面白い。ジュジュッター。今つながっているところかな。出します。そう、でもこのスペースっていうのも意外とね、なんかコミュニケーションスムーズにできますね。すごい音綺麗ですね。そう思いました。ブラックハウスよりちょっといいかもってちょっと思っちゃったな。ね。あ、ジェジェ。こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。はい。ツイッター開いたらなんかスペースやってたから、あれ？おう。うん。今そうやってます。あれ、この間、この間は何だっけ？あ、ソムニウムの話で、はい、やってましたね。あ、そっかそっか。え、その時は何話したんですか？いや、でもあのソムニウムを作ったメンバーで次週の妄想をするっていう、なんか無駄にハードル高いことをやってました。確かに。知ってるのに。知ってるけど知らない程度。そう、知らない。いきなり言われて、そう、すいません。すごい。やってました、やってました。ね、ね、そう、ソムニウムと12ヶ月の会のつながりが、まあ、実は同じ世界線で話が続いていて、ね、その山本さんがこう、山本さん演じる与川さゆみが12ヶ月の回の方ではどうなるのかみたいなところもね、まあ、まだ一般公開はしていないので、12ヶ月の回もなんか楽しみになるといいなって思ってます。だって12ヶ月の回の中でもなんか山本さんの役ってなんか謎が残るじゃないですか。そうね、そうね、うん、ねえ、なんかちょっとでも謎が解けたらいいな、うん、そう、お互いの謎がこれで2つ見ることによって、あ、こうなのかもしれないっていうのがちょっと見えるといいなって思ってます。お、楽しい。それは逆にさらに謎になるみたいなこともあるかもしれない。可能性はみたいなありそうですね。迷宮にしちゃうんですかね。迷宮に。そこで13ヶ月の回が出てくるのか。やばー。そうですね。やばい、もう、それめっちゃコメディとかになってそう、13ヶ月に。急にスピンオフが。うん。あ、回が、割烹着とか着てたらいい。何それ？割烹着？ボタンキャラみたいな。
ちょっと昭和的な、昭和的な。それ強化の趣味ってこと。強化ね。やばいやん。そんな欲望はない。格闘技着てほしいと思わない私男性に。確かに。いやでも、うん、はいはい。あ、アイちゃん、アイちゃんも入ってきますか。じゃあちょっと。うん、お呼びします。はい。あれで先ほどあの山本さんと一緒にいました。え、なんでだよ。ちょっと、そうなの。一緒に、はい、あの落語を聞きに。あらあらあら。落語仲間だった。そう、落語仲間だった。楽しい。一緒に行って、あの、いいな。ちょっと軽く、はい、お話しして帰ってきました。いいな、いいな。いいな。山本さんには撮影のソムニウムの撮影以来会ってないので、いつですかあれ？撮ったのは4月の頭、4月の四三ん？いつだっけ？ジェジェ。4月の頭？あ、3、4、6か。ちょっと一日、一日飛んだけど、三四六。そうそう。えぐいよね。場所も変わりますよね。あれ、はい、えぐかった。久しぶりにちょっとえぐかった。あれ、亀山組なのになって思いながら。そう、あの、亀山さんのとこの撮影は、割と撮影スケジュールがホワイトっていうので、うちの社内でも有名なんですけど、なのはずなのに、なんか、なんか今回きつかったですねって。8話を3日はしんどいですね。ねえ、ねえ、うん。場所もコロコロ変わるし。うん、そう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 。すごい。ギチギチでしたからね、スケジュールがね。ねえ、山本さんのスケジュールが大変そう。いやー、もう山本さんもそうですけど、主人公のせいくんがね、うん。そうですね。そうですね。塩野さんと。ひっきりなしで大変そうでしたよ。なんか塩野さんが本当これからどうなっていくんだろう。なんか今ちょっと非協力的な感じじゃないですか、うん、なんか、はい、なんか斜め上からなんかちょっとって感じだけど、うんうん、なんかそれがでもきっと携わっていくんですよね。ね、何かを、何かこう惹かれるものが、ね、そう、出てくる、なんか楽しんで、ね、気になる、ね、うん、でもなんか塩野さんがアンドロイドっぽいですね。キューバンっぽい。確かに。うん、なんか綺麗だな。面白い視点だね。そうそうそう。君それ面白い視点だね。うん、最初になんか写真を見た時に、なんか初代のヒューマノイド役なのかなって思ったんですよ。ほう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 。そうそうそう。でも全然生きてたって。生きてた。違うんだと思って。人間でした。人間塩野さんでした。うんうんうん、なんか会ってみたいです、みんなで。なんかソムニウムチームとも、うん、確かに。そうで、かつ、ね、その今回、うん、今回じゃないや、次週の予告で、あの、うん、ちらっとソム、PCH 役、うんうん、なんか初期型の、そう、 PCH 役の、ね、そう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 、ワンカットだけこう出てきたんですけど、うん、まあね、うん、その子と工藤くんとか今後なんかね、うん、話したりしてみてほしいですよね。 PCH ああ、いいですね、それはいい。なんかやっぱり、あの、工藤くんも悩ん、あの、役作り悩んでた感じと同じ風に悩んでたので、そうそうそう、あ、やっぱりヒューマノイド役あるあるみたいなのがあったそうだ、ね、私の指の毛をどうするのかとかね、うん、そう、あの、やめてくださいリアルすぎる。そうそうそう、最後までそれを一番悩んだ工藤くんが、なんか、待って待って、そこ、それは語弊がある、語弊がある、語弊がある、他にいろいろ悩む、あ、そうだ、もちろんもちろん、あ、アイさん入ってる、あ、アイさん、あ、今スピッカーが、カメラマンの12ヶ月の回のスチルカメラマンのアイちゃんです。あ、寺本と申します。お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、久しぶりです。あの、女の飛びの入りそびれた感じで、こう、どこからこうあれしようか、あ、なんか、あいた、あいた一緒です。私もそんな感じでした。いや、なるほどね。ようこそ、ようこそ、お疲れ様です。お疲れ様でした。ソムニウム見ていただけました、あいちゃん。いや、見ていないわけがなかろうもん。なかろう、この人。ありがとうございます。いや、本当、なんかそう、でも私も中河内さんと同じ見解でした。なんか、その、だから初め、その塩野さんが、あの、はい、
もうそのなんだっけ、そのヒューマノイドなのかなって思った、ねえ、そうですよね、なるほどね、ね、でもがっつりなんか欲望をむき出して生きてましたよね欲望むき出しというかいやいや、でもまあその表現はまあ、また後で、そうね、女性から見るとちょっとそういう感じがするね、はいはいはい、ちょっと危険な男でしたね、そうそうそう、ね、あんな当てまさないことを塩野さんじゃないと言えないよって、あ、本当にそう、マイルさんには言わせてもらえない、イケメンだからさ、イケメンだからドキドキしちゃうよねー、うん、でもちょっと後ろの金山さんのちょっとあの思考がちょっと垣間見れた気が勝手にしてたんですけど、あ、そういうことですか、あ、本当ですか、だってあんなの言えなくないですか、本当亀山さん、あざといの好きよね、いや、やらせたがいですよね、女子の胸ぐらをもうつかめなくてたと思う、深みだよ、深み。本当、ロマンチストの極みやで。そんな、え、でもそんなことしたことなくないですか、私。あ、知らないか。知らないか。知らないか。のプライベート知らないか。そう、むつみさんのそのプライベートラインが気になるレベルだった、なんか。本当に。本当にそれ。あんな次から次へと。ちょっといつか相談取りますよ。次からノートに書いてください。嫌です、嫌です。自伝、自伝。嫌です、嫌です。成長物語。なんか本当に、まつみさん脳内がイケメンすぎて、なんか。ああ、それはあるかも。なんかね。いや、でもいい職業ですね。自分の妄想をね。それはそれで語弊があるぞ。好きな配役でね、こういろいろできる。まあそうですね。はい。なんかもう自由にやらせていただけて、とても嬉しいです。皆さん、これ後で YouTube 載ることを忘れてますよ。これ YouTube 載るんですか？載ります、載ります。カット、カット。そうなんです。素晴らしい。いや、そう、本当に、なんか私的には本当にこの間の10日のやつは、なんていうの、問いかけるじゃないですか、めっちゃ塩野さんが、はい、さゆみさんでしたっけ、そうです、あの、なんで作ったの、そう、それそれ、私も気になってたんで、本当そう、そうですよ、余計気になって、そんなもう、何、ずっと私正解はしまーと待たされてる感って、はい、ちょっと来週の、そう、余計なんか、あれだけ答えないって、相当なんかハードルが上がってますよね、なんか今ね、はいはいはい、でもすごい急いでるし、なんでみたいな、うん、そうそうそう、気になるところだらけ、聞かれる興味がもう、もりもり、それはね、名前違いましたよ、おいおい、ん？名前？あれ？一緒だった。あ、一緒です、一緒です。ヨカはさゆみなんですよ。うん、あ、そう、ね、あんまり12ヶ月の回で名前呼ばなかったもんね。うん、名前呼ばないし、台本上もヨカはっていう、そう、苗字だけ。そう、うん、ヨカはとだけ書いてあった気がする。そう、苗字だけにしてたんで。そうですね。で、今回はヨカはさゆみっていう、まあ、下の名前ができたって感じですかね。それもきっとなんか狙いがあるんですよね。そうですね。絶対下の名前で呼んじゃうんだよ。ね、そういう方。本当だわ。なんか人間味が増すなと思って下の名前がある方が。そう、確かに。だからそう、開発者である横川さんもなんか結局は一人の女性でみたいな、そういう、あ、なんかあんま、でも、ネタバレじゃないですよね。私、結末だって。あ、はい、今、中郷さん、工藤くんが言う分野の。うん、そうそう。めっちゃいい線いってそう。いやー、ぜひ終わりまで見てください。ね、あ、ちょっと余談かもしれないんですけど、第2話でそのあんまり人間とかけ離れた見た目だと気持ち悪いみたいな、はい、不自然に感じるでしょ、うん、みたいなあって、はいはい、でもこれハリウッド大作で同じようなものを撮ると、はい、なんか CG とか実際にロボット作っちゃったりとかできるじゃないですか、予算的に。そうですね。それをやると本当に人間じゃなくなっちゃうから、うんうん、これを逆にあの低予算というか日本の映画界で人間でやったっていうのがよりなんか生身っぽくて良かったなって思いました。いや、本当に回もそうだけどそう、回の時もあと昨日一昨日か、ちょっとソムニウムのスタッフでこう話してた時もちらっとあったんですけど、12ヶ月の回は PCH そのヒューマノイドの役を工藤くんが演じているじゃないですか、はい、でそれの、まあ、ちょっと前日談みたいな開発前の話にあたるので、ソムニウムが
このソムリームの中に出てくるヒューマノイドをどう表現するんだろうみたいな話を、スタッフがこう想像した時に、なんか特殊造形とか使ってもうちょっと人間とは違いますよっていう見た目でやるのか、ね、それとも人間でやるのかっていうのをね、想像していたらしいんですよね。まあ結果人間でやったんですけど、そうですよね。その時はかなり抵抗策ですよね。はい、あんな人間っぽかったら、そう、だからそこはなんかもうもともと人間そのものを作ってるっていう感覚で与川さんがいた方がいいのかなって。あ、そうか、そうか。その新しい今のソムニウムの中でヒューマノイド役をやってる方は、はいはい、なんかどこで知り合ったというかオーディションとかではないですよね、きっと。これは実はですね、私が過去撮った作品の中に出てる子です。あ、誰だ、分かんなかった。そうです。しかもそれもあれ僕やりましたね、確か。あ、そう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 。だから私が監督してて、ジェジェがヘアメイクしてる作品で。え、電話来た。電話来た。今工藤くんが追いかけエキス。お、え、おエキスいっぱいあるから。そう、おエキス出てる。わかんないな。じゃあ、ついでに追いかけてキスも見直してください。地元だけでうまい。見直してください。最初から、そうですね、最初から見直してください。そうだ、ね、本当にそう、謎だらけだからソムニウムは、はい、はい、明快にキスしてくれる今みたい。確かに。しかもね、12ヶ月の回もなんかキスしたりイチャついたりしたかと思えばなんかちょっとアンハッピーな感じですね。そうなの、本当それなの。最初の3ヶ月のとこに行ったね、本当に最初イチャイチャし倒して、あとはもう大変だった。大変でした ね、 本当に。あ、でもそっか、まだ回はあれだけど言えないけど、でもすごい強化の人間っぽさが出ててよかったなと。あ、私の人間っぽさですか。なんか女子の欲求がすごい出てた。面白い。あ、そうか、女性から見るとやっぱそういう風に見えるんですね、きっとね。まあね、なんか、そうか、男性から見たらどうなんだろう。え、多分また違いますよね。そっか、そうか、そうなんですね。男性から見るとどう見えてるのかっていうのが、まあでも私たちにとっては、私たちというかその女性視点で考えるとわりかし普通なことを描いてるつもりではいたんですよ、私は。え、本当そう思います。そうそうそう。でもやっぱり男性、リアルだなっていう。うんうん、あ、ね、そうですよね。でも男性はそういうことを考えて生きてない分、なんかね、すごくこう SF 味がかかってたらしいですよ。あ、そうなんだ。 SF 的だったりサスペンス的だったり。面白いんだ。その発想はなかったって感じなんですけど、私からすると、ね、女性たちの人生は SF なのかもしれない。あ、名言。すごい、これ分からんけど、女性たちの人生は SF。 そう、すごい、いただきました、ポスターに。すごい。いやいやいや、あ、美穂さんありがとうございます。なんか100点、100点を3つも4つもいただいた。400点だぞ。200、400点。ありがとう。どんどん増えてく。ありがとうございます。こんな機能もあるんだね。そうそうそう、そういうなんかリアクションボタンがありまして、はい、なんかこういうこともできるんで。あ、面白い、はい、みんな遊びだ。なるほど。あ、そっか、今日、中郷地さんと工藤くんと大岩さんは、はい、これはスペース初めてでしたっけ。初めてです。あ、そっかそっか。まあ、大体存在も初めて知りました。私も私も、はい、今後これでやっていこうかなと思ってますんで。あ、なんか最近できましたよね、はい、きっとこれ。そうですね、5月ぐらいに多分、一般ユーザーも使えるようになったのかな。ただフォロワー数がある程度ある人じゃないとスペース自体を作れないらしいけど、ここは私は把握してないです。600人だか300人だか。あ、そうなんだ。うん、じゃあギリ作れるけど。そうなんだ。わっていう感じです。どうなんだろう、でもクラブハウスとどっちがいいですか。クラブハウスはこうやって録音したりできないですね。あ、できないです。あ、今録音は ね、私が自分のパソコンでやってます。あ、なるほどなるほど。はい、別のこのスペースとは違うところを、違う機能を使ってるんですね。だからあんま違いが分かんないですね、なんか。まあね、仕組みは同じ、ほぼ同じですよね。ね、
なんかツイッターの方がツイッターやりながらもできちゃうってことですね。あ、確かにできます。そうだ、確かにツイートをなんかだらーっと見てる人がたまたま目を止めて入ってきてくれるかもしれないな。なんかクラブハウスだとクラブハウスやりながらツイッター別で見てみたいな、同時進行だけど。確かに、そう。ちなみになんか以前試してみたんですけど、これツイッターでスペースやりながらクラブハウスで別のルーム立ち上げて話すこともできます。え、それ聴覚大使じゃん。そう、ただあの耳が大変なことになる。やだ。それでもカイ君ならできるかもね。あ、絶対ね。まあ、僕できます、ね、できます。今カイが、うんうん、カイがゲストだったんだ。カイならできる。もうカイできますよ。まあ、まあでもね、我々人間なんでどっちか一個だけにしようかなと思うんですけど。それでお願いします、本当に。じゃあスペースでも、あ、いいか。うん、全然いいです。いいですね。はい、わ、うん、かりました。偏見、クラブハウスを立ち上げてなさすぎて、うん、のなんか食べてるな。あ、これ YouTube に載るらしいですよ。あ、そうだそうだ。なんかそのなんていうのね、ツイッターの方が自然に開くから演技が、うん、なんかクラブハウス今改めて開いてる人がどれぐらいいるのかみたいな。ねえ、結局どれくらい、結局一過性でしたね。ねえ、どれくらいの人が使ってんだろう、日本人で。なんかそういう無音部屋とか寒いこといっぱいなんだろう、あのはびこっちゃって終わった気がする。確かに。からスペースの方が、あ、そういうキモい部屋がないから。キモい部屋。いやでもなんか初期にわーってつながった映画の人たちはまだクラブハウス上に生存している気がするんですよ。そうか。うん。だからまあ、まあ、どっちがいいかはおいおいわかるのかな。まだちょっと探り状態ですよね。うんうん、そうですね。とりあえずスペースでスリムクラブにはちょっと微妙って言われますからね。ね。スリムクラブさんのネタで。いえいえ。そうなの？ごめんなさい。いえいえ。わかんない。ガザレですか？すみません。千鳥のクセスゴを見てたら。ああ。ちょっと後でちょっと最近ハマってるんで。うんなんかお母さん一番なんかミーハーですよね、いろいろ。え、そんなことない。なんかすごいなんかね、うん、若い、本当に若い。嬉しい、ちょっと私、うんうん、ミーハー、絶対ミーハーじゃないと思ってて。うん、嘘、あのミーハーの人は、私の姉が超ミーハーですね。だからちょっと上入ってるかもしれない。うん、絶対そう、うん。なんかミーハーっていうか、あの、うん、割と情報屋なイメージがあります。わかります、はい、たまたまですよ。たまたま、そんなことたまたまか。たまたま皆さんが知らないことを今言ってしまったなって感じです。なんかあの撮影中もこうなんだ、うん、肩のほぐし方を教えてくれたりとか。あ、確かに教えてもらった。たまにやってますよあれ。そうそうそう、すごい聞きますよね。聞きます、聞きます。痛い。一日一回はやってください。もうみんなパソコンとかで疲れてるから。誰ですか。思い出してからやってます。いや、あの私も今やってます。今やってますなんかこう顔が出さないからそういうのできるからいいですよね、やりながら。そうですね、確かに。私もやってます。今左にちょうど壁があるから。じゃ あ, あの今後もやりながらね、肩ほぐしながら、はい、みんな健康にね、喋、うん、りましょう、はい、ね、やっていきましょう。健康第一で、うん、SF からの健康第一。結局そうですよ、うん、そう、現代を生きるためには健康じゃないと。本当に、もう、ね、ヒューマノイドじゃないから、うん、私たち、うん、人間としてちゃんと生きないと。全然カイも風邪ひきました。カイも風邪ひきなかったな。おや、なんかゴボゴボ誰ゴボゴボ、マイクが。ああ、お母さん、私、あ、ごめんなさい、あ、違う、あ、ごめんなさい、私です。イヤホンを落としました、ごめんなさい。 あ、いえいえ。ゴボった、大丈夫ですよ。お大事に、お大事に。はい、そんな感じで、まあ、今回は、今週は、LINE ビジョンで配信始まったソムニウムの話と、まあ、12ヶ月の会のつながりみたいな話 をしていたんですけれども、次回はですね、いよいよ、まあ、この12ヶ月の会がテアトル新宿で、上映、1日だけですけどね、そう、上映が今控えているっていう状態なので、はい、
このテアトル上、あ、テアトル新宿での上映に関して、まあ、ちょっとお話ししていきたいっていうのと、まあ、どんな方にこの12ヶ月の回を見てほしいかなっていうのをちょっと話していきたいと思います。まあ、違うテーマが、まあ、突発的に出てくることもあるとは思うので。はい。はい。っていう感じですね。で、まあ、大体、まあ、月に1回か2回かぐらいのペースで、こんな感じで配信をしていきたいんですけれど、あとは、まあ、その、私が大体8月の12日から22日の期間で、フェニックス映画祭、アメリカの映画祭に参加してくるので、その回に関しては、まあ、なんか期間中に2、3回できたらいいなと思っております。はい。やりましょう。アメリカから。ね、アメリカからお伝えします。楽しみ。パフパフパフ。いやいやいや。かわいい。ね、パフパフ言ってスピーカーオフにするっていうね。本当だ。いい逃げ。いい逃げいい逃げ。パフパフゲーなんで愛ちゃんは。はい。そんな感じで。じゃあ今日はちょっと一体これぐらいでお開きにしたいと思います。はい。はい。またなんかもしね。聞いてくださった方からもこういう話聞いてみたいですみたいなご質問とかあれば、はい、私のアカウントなり、まあ、中越さんのとこでも工藤くんとこでも、はいはい、頑張ります受け付けます、はいはい、送っていただければと思いますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それと同時にぜひ皆さん LINE で、ソムニウムも見てください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた次回のお知らせは、まあ、Twitter 上かもろもろSNS で出していこうと思うんで、はい、それをお楽しみに。はい、じゃあ、まあ、聞いてくださった皆さん、そして、はい、中越さん、工藤くん、愛ちゃん、ジェジェ、大岩さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた次回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おやすみなさい。おやすみなさい。ではでは。